グラントリノは2008年のアメリカ映画。監督、プロデューサー及び主演はクリント・イーストウッド、ミシガン州が舞台。2008年12月12日に北米で限定公開。2009年1月9日に拡大公開され、日本では2009年4月25日に公開された。タイトルとなったグラントリノとはフォードの車種、フォードドリノのうち、 1972年から1976年に生産されたものを指す。イーストウッドは本作を俳優業最後の仕事と位置づけ、公開時のインタビューにおいて、今後は監督業に専念して俳優業から引退すると明かし、監督だけをやっていこうと、ここ何年も思ってきた。でもこのグラントリノの頑固な元軍人役には惹かれたんだと語った。評価も高く、 工業も良かったが、アカデミー賞は、同じワーナーブラザースの、ベンジャミン・バトン数奇な人生をして、作品賞にノミネートされた。フォードの自動車組立校を50年務め上げた、ポーランド系米国人コアルスキーは、妻を亡くし、アイシャグラントリノを誇りに、日本車が台頭して、住民も、今や、東洋人の街となったデトロイトで隠居暮らしを続けていた。頑固さゆえに、 息子たちにも嫌われ、限られた友人と悪態を付き合う日々であり、亡き妻の頼った神父を持ちかづけようとしない。常に国旗を掲げた自宅のポーチでビールを缶のまま、飲んで、飲み終えると片手で握りつぶす。コアルスキーを意固地にしたのは、朝鮮戦争での己の罪の記憶であった。彼の家に、ギャングにそそのかされた林家の文族の少年タオが、愛車を狙って忍び込むが、 コワルスキーの構えた銃の前に逃げ去る。成り行きで、タオや姉スーをギャングたちから救い、スーにホームパーティーに招かれ、艦隊してくれた彼ら家族の温かさに感じる。その後、タオに仕事を世話して、一人前の男にさせることを頼まれる。仕事によって成長していくタオの姿を見て、考え方が変わっていくコワルスキー。乗り気ではなかったが体調が良くなく、 病院に疫病が体を蝕んでいることを知る。一方、門族のギャングが、タオにさらなる嫌がらせを加えた。天末を聞いて結婚したコワルスキーはギャングに報復するが、その報復としてギャングはタオの家に銃弾を乱射し、数を療辱する。復讐の念に燃えるタオを家に閉じ込め、この状況に決着をつけるべく、コワルスキーは、ある作戦を胸に、 一人でギャングたちの住処に向かう。コワルスキーはタバコをくわえて銃を取り出すかのように上着のポケットに手を入れる。現場の警官に聞くとコワルスキーは武器は何も持たずに数とギャングの家に向かっていったこと、そして目撃証言があることとコワルスキーが丸腰だったことからギャングたちには長期刑が見込まれることがわかる。タオの未来のために手紙には アイシャグラントリノをタオに譲ると記されていた。コワルスキーの思い出とともに海岸線を走り去るタオ。彼の心には友人コワルスキーが住み続ける。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。